はい、皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山口サンソンです。で、今日はですね、例のハーチュー缶猫第二訴訟ですね、これについて見ていきたいと思います。こちらですね、令和3年の25230という事件ですね、民事44部項の事件です。44部も43部、31部、37部と並んでですね、3階にある部ですね、結構東京地裁にしては珍しいと。いうことですね。普通は12階から14階にほとんどの部が集中してるんですけども、こちらは3階にあるんですよね。なんで、エレベーターが8階まで行くやつと、8階から17階ぐらいまでかな、行きやすいに分かれていて、違うエレベーターに乗らなきゃいけないんで、ちょっと不便な場所ではあります。で、原告、伊藤遥ですね、被告は石橋康樹、いわゆる神猫先生ですね。で、代理人が中村先生ということです。これ、第1回期日、私、傍聴させていただいたんですけども、出席したのはお互いに代理人だけと、いう状況でございました。で、次回が2月の2日10時ということですね。答弁書に対して福永先生が、反論をして、で、それに中村先生が再反論して次回と、そんな感じみたいですね。で、請求ですけど、20万円および、3%の利息を支払えと、いうことですね。で、これですね、石橋先生が、なんか、自己愛性パーソナル障害とかいう本があって、で、それを紹介したんですよね。で、それがですね、ハーチューのことを言ってるんじゃないかっていうのがですね、基本的には流れということです。で、まず原告ですね。いつものやつですね。では、ツイッターについてですね、これもいつものやつがバーッと続いております。で、今回は投稿記事ですね。あ、そうそう。ちなみにこの訴状何ページあると思います？これ55ページあるんですよ。別紙入れて。で、別紙にですね、118個かな？神猫先生のツイートが118個全部引用されていて、別紙のところでね。それで、本文がですね、20ページちょっとぐらいだったかな。結構すごい量なんですよ。っていうのは、その118の書き込み全部について、コメントがついていて、これは暗にハーチューのことを述べてるんだってことですね。もう、延々とネチネチ述べてるんですよ。ネチネチ言っちゃいけないね。延々と述べてる部分があって、さすがにそれを映してると、もうなんか 大変なんで、そこはちょっと割愛をさせていただいております。で、問題になってるのは基本的に投稿53ってやつで、結局、その自己愛性パーソナル障害っていう本を読んだぜと言って、紹介してるように見えるけれど、これは実際には原告のことを言ってるんだと、いうことで、なるほどなと思うところもあるんでね、ちょっと見ていきましょうか。ちなみに山本一郎さんとかが登場してきます。ね、で、これやっぱりその、問題となったのは自己愛性パーソナル障害って、これ本の名前で、で、ハーチューとは一言も言ってないんだよね。だから同定可能性、これがハーチューのことを言ってるのかどうかっていうのはやっぱり最大の争点になりますね。ハーチューだって書いちゃうと、これさすがにね、その精神病の一種なんで、侮辱が認められる可能性が出てきちゃうんだけど、そう言えるかどうかっていうことなんですね。なんで、当然のようにそこをかなり丁寧に書いています。被告はわずか16日間の間に118回も投稿を行っているが、そのほぼ全てが原告に向けられた投稿であると。理科はまずは本件各投稿の同定可能性について所持するということでですね、118個のですね、投稿全てについてコメント入れてるんですよ。結構すごいっすよね。なんで、訴状自体も20ページ以上になってるんですね。私に対する訴状が7ページでしたからね、なんか、かなり、対策になってるわけですね。で、そこを除くと、全部で7、8ページぐらいだったかな。なんで、そこはサクッと写してきたんですけど、ってことです。で、1から118ですね。ここは すごい分量あっただけで全部省略ということですね。で、以上の通り、被告は令和3年6月22日から7月8日のわずか16日間において118回もツイートをしていると。で、その大半が明示的あるいは目次的に原告に対して、あるいは原告との別件訴訟に関して主として批判的意見を述べたものである。それは訴えられてるんだからしょうがないじゃん、そんなの。と思うんですけどね。いや、普通の人だったらさ、訴えられたら、その訴えられた訴訟のことしかもう頭の中にないですよ。普通の人だったらね。弁護士なんでさすがにそういうことはないだろうけど、やっぱりあそこまでやられたらそうなるんじゃないですかね。わかんないですけど。
ね、そう考えるとあれですね、訴えられた訴訟についてばっかり言ってないんで、私っていうのはすごいフェアな人間なのかもしれませんね。まあいや、なんでもいいや。で、で、それ全部一体的に解釈すべきだということですね。で、この118の投稿ですね、そのまあ、ハーチューって書いてあるのもあるし、書いてないのもあるんだけど、まあ、ほとんどがそのハーチューのことを言ってるんだと、まあ、いうふうに想像できるというわけなんですよね。うん、したがって、本件投稿53はですね、原告に対して向けられた投稿と理解できて、そうじゃなかったら連日これだけのことをですね、言わないでしょということなんですね。だからその16時間、2時間の間にほとんどハーチューのことばっかり言ってると。なんで、この53もハーチューのことを言ってるんだと。まあ、そう言ってるわけですね。で、あと固定ツイートですね。確か訴訟に関するものが固定ツイートになってたと思うんで、なんで、まあその、まあ、この人がですね、まあ、神根子先生がその特にハーチューについてですね、発信してるでしょうというわけですね。原告への批判を最たる目的として際立たせて表示させていると。いうふうに評価できるらしいですよ、はい、ちなみに私の固定ツイートなんだかっていうと、確か金棒の事件だったと思いますけどね、書籍の、私も書籍出して、個人投資家の逆襲っていう電子書籍を出してるんで、それの紹介が確か固定ツイートだったと思います。違ったかな？そうですね。私の固定ツイートですね。まあ、紹介しましょうか。せっかくなんで。こちらですね。星5つ評価、衝撃のノンフィクション、村上義明が投げた金棒、残された株主は、というですね、個人投資家の逆襲というですね、これ、アマゾンから出ている電子書籍なんですけれども、はい、まあ、こちらの、まあ、紹介ということが固定ツイートになっております。ね、なんで、まあ、福永君が、福永先生がですね、私のツイートについて何か言ってきたら、まあ、これは指摘しようかなと思っております。まあいいや、それでもいいや。それで、まあ、固定ツイートも、だから、ハーチのことでしょって言ってるわけですね。で、53の内容が、本件各投稿における原告への批判と重なっているということですね。なので、原告への投稿と明示されてなくても、同定可能性は否定できないんだということですね。で、本件56はその内容として、自己愛性パーソナリティ障害の人として、賞賛だけ欲しい、自分の非を受け入れようとしない、他人は自分を特別扱いするのは当然と思っている、自分の受ける苦痛は些細なことも我慢できない、自分のやり方に注文をつける、他人には激しく反撃出ると、と列挙していると。まあ確かに、ハーチューさん、こういうところはあるよね。うん、まあその、なんていうの、その、自己愛性パーソナリティ障害と、まあ、それ障害とまで言えるかどうかは別として、こういう人格的な傾向があるのは、まあ、そうかなという気がしますけどね、確かに。うん、だその血液クレンジングにしても、ね、童貞批判にしても、やっぱりその批判されることはしてると思うんですよね。で、それに対して批判者に対して、なんか訴えたりとか、して、まあ、金取ったりしてるわけじゃないですか。なんで、それはやっぱり自分の非を受け入れようとしないとか、特別扱いが当然だと思ってるっていうふうに、まあ、思われてもしょうがないのかなとは思うんですよね。ただそれがそれってその人格的傾向なのか、その障害といえるレベルなのかっていうのは、また別の問題だと思うんですけどね。っていうことですよ。なので、その自己愛性パーソナリティ障害の傾向が、まあ、こういうものがあると。で、その傾向に合致するっていうことを指摘したからといって、じゃあ自己愛性パーソナリティ障害だっていうふうに言ってるかっていうと、なんかそれは違うような気がしますけどね。うん、人格的傾向と、それが障害と言えるかどうかっていうのは全く別のことだと僕は思うんですけどね。まあいいや。まあいいや。というわけで、その、自己愛性パーソナリティ障害のその傾向に近いものが、ハーチューに対する批判としてよく言われてるっていうことですね。うん、でこれらは称賛だけ求める人物、批判を受け入れない人物、批判されたら反撃に出る人物は、自己愛性パーソナリティ障害であると説明するものであるとこういうことなんですね。でもそうなんですかね。
これはだからさっき言ったけど、称賛だけ求める人物や批判を受け入れない人物や批判されたら反撃に出る人物は自己愛性パーソナリティ障害であるとは言えないとは思いますけど、ね、まあ繰り返しになっちゃいますけども、その人格的傾向にとどまる人とそれが障害というレベルに達している人がいるわけで、その人格的傾向としてはそれ誰だってこういうのあるわけじゃないですか。さあ称賛だけ欲しいって、それは僕だってそうですよ。それは批判されたくないし称賛はされたいですよ。それだ、それはみんなそうじゃないですか。そうじゃない人っていないじゃないですか。それから特別扱いしてほしい、されたいって思う人はこれほぼ全員そうでしょ、ね、お前は一般人だ、そこらの馬の骨だって言われるのは当然だと思ってる、それで構わない、特別扱い一切されたくない、もうそんな人って滅多にいないじゃないですかっていうことですよね。なんで全員にある意味当てはまることではあるんですよね、うん、まあいいや、先行きましょう。で、これらの内容は被告が原告に対して何人に対してもあなたに対する批判的言論を封じることは許されない、正当な批判を早々を使って弾圧することは許されない、これくらいの批判で違法だから訴えるというなら逆に聞きたいよ、あんたにとって許される適法な批判とは何なのさ、うん、あ、いいこと言ってますね。現状私が侮辱だと思ったからこの表現は侮辱だ、私が名誉毀損だと思ったからこの表現は名誉毀損だくらいの根拠とも言えない根拠で裁判を起こされるケースが散々発見される。いや、金子先生いいこと言うじゃないですか。いや、なんかファンになっちゃいそうですね、なんか。いやいや、だからそのハーチューさんさ、確かにそのこれは怒っていいよねっていう侮辱も結構されてるけど、特にその血液クレンジングとか妊活詐欺とか童貞批判とか、あの辺はさ、もうなんか、訴訟を起こすこと自体どうなのっていうふうに僕は思いますけどね。で、サロン内の出来事を公にして批判できなくなったら、オンラインサロンは決して外から批判されないオーナーの城になり下がる。人間、批判からこそ多く並べるものだ。批判されない場所で成長は望めない。なんかこの辺かっこいいっすね、神田子先生。人間叱られるうちが批判されるうちが花なんですよ。作家として成長したいなら批判から逃げてはならないよ。なると、必要に批判している内容と完全に重なる。ね、でさらに、本件投稿57は、ご本人のみならず、保護者やご家族や職場の方、あるいは友人も読む価値ありそうと。自己愛性パーソナリティ障害の克服ポイントとして説明しているが、これは原告に対するハーチュー氏の周囲の友人や付き合いのあるインフルエンサーは一連の騒動をどう思っているんだろう。時にはそれやめとけよというのが仲間だと私は思うよ。との内容と完全に重なっている。なるほどね。また同じく本件投稿58は、既婚者やパートナーのいることはもちろんと言ってですね、法律婚を想定した既婚者と、それ以外の事実婚も含めたパートナーをあえて区別して記載しているが、その、まあ、AV 男優である清水健志と事実婚パートナーになっていることで有名であって、この状況と重なっていると。なるほど。というようなことで、まあ、一生懸命同定可能性をですね、言ってるわけですね。で、それを補強する証拠として、第三者が、投稿53を原告への投稿と理解していることということで、例えば、蘇我山本一郎がですね、これ隊長ですね、いわゆる。本件投稿53について、原告のことであると明確に理解していると。また、蘇我ゆきぴよは、ツイッターをしているインフルエンサーで物書き、すなわち作家である人物を具体的に暗示して、嘲笑的な投稿をしているが、これは原告の特徴と合致していると。なお、ゴミみたいなものを書いている物書きという特徴的なフレーズが述べられており、これは何か具体的な対象があることが想定されているが、これは蘇我三浦義孝弁護士と原告の間の別の訴訟の違法性が問題になっているツイートのフレーズであると。ですかね。でも第三者、うん、まあいいや。ことからですね、まあこれを、まあ、このゆきぴよさんもこれは原告だと思っている。また蘇我猫にゃんこさんです。なんかいろんな人有名になってきますね。本件投稿53の対象として具体的な人物を想定しており、それは血の人や靴の人とコメントしている。で、その後なんだけど、これは原告と上述した原告が中心的に拡散させた MeToo 運動に共鳴してうんたらかあたらって書いてあるんだけど、これね、ちょっと聞き捨てならんところが書いてあるんだけど、原告が中心的に拡散させた MeToo 運動ってあって、ここの部分は僕、石川由美さん怒っていいと思いますよ。MeToo 運動ってもともと性被害を受けた女性がその名乗り出ましょうって話で、
まあ、アメリカなんかで出てきた話、まあ、外国で、ね、出てきた話なんだけど、まあ、石川恵美さんとかあの辺が、まあ、日本でも流行らせようとしたっていう部分あるんだけど、ハーチューが中心的に拡散させたミーツ運動ってこれどうなんですかね。いや、僕の認識だと、そのハーチューがそのミーツ運動に、まあ、便乗して、私もあの電通時代だったかな、そういったセクハラパワハラみたいなことを受けましたと、まあ、いうようなことを告発したんだけれども、だけどもあなたこそその童貞いじりをしてそのセクハラをしてるではないかと、まあ、いうことで、むしろ MeToo 運動を落としめたというのがなんか世間の評価なんじゃないかなと思うんですけどね。違うんですかね。中心的に拡散させたっていうのはなんか、これはなんか事実の認識として僕は間違ってると思いますけどね。皆さんどう思いますか。ですね。から靴の人が、まあ、石川由美さん、これを荒らしてるのはまあいいですよね。で、血の人というのは血液クレンジングに関してですね、効果は検証されきってない医療法をブログで紹介してしまったところ、多数の批判が来たことを前提に嘲笑的に原告を暗示したものであるというわけですね。で、例えばインターネットでハーチュー血と検索するだけでこの批判に関する記事が大量に検出される。いや、これおかしいだろう。それハーチューって入れたらそのハーチューに関する記事が検出されるに決まってんだろお前。いや、これ全然理由になってないと思いますよ。例えばですね、極端なこと言うと、インターネットで山口光孝麻布高校って入れてみてください。そしたら僕の記事ばっかりですよ、出てくるの。当たり前じゃないですか、そんなの。じゃあだからっつって、その麻布の人って言ったときにそれが僕を示すかって言ったら、それ誰も思わないでしょ。はっきり言って、僕を含めて、その麻布生の代表が僕だなんて絶対思わないですよ。うん。いや、どうでしょうね。まあ、そもそも麻布って結構影の薄い学校なんだけど、まあ、普通に考えたら、例えば橋本元総理とか、福田元総理とか、あるいは堤義明さんとか、あるいはまあ、その麻布生らしいっていうところで言うと、まあ、ドクター中松とか、鍋ジョージとか、ああいった感じ。まあ、多分ああいうのをイメージする人が多いと思うんですよね。なんで、麻布の人って言ったときに僕を表すとは絶対言えないわけですよね。それは山口光孝麻布って入れたら、僕に関する記事が大量に出てくる。だからそうなんだとは絶対言えないじゃないですか。なんで、ハーチューを入れて検索したら、それはそうなるに決まってるんじゃないですか。なんで、これはちょっと根拠として弱いなと僕は思いますけどね。まあいいや。まあ、靴の人が石川氏を表してないでしょう。まあ、その、彼女の言ってることに賛同できるかどうかとか、そういうことは別としてね、うん。っていうことですね。まあ、そんなわけで、他の人もですね、投稿53がハーチューのことだと思ってると、というわけですね。なんで、原告を主として対象とした投稿であると理解できるということを言ってるわけですね。から、名誉感情侵害ですね。自己愛性パーソナル侵害。まあ、精神病とまで言っちゃうとね、さすがに受人限度超えてるぞって話になる可能性は高いよね。それからさらに、名誉権侵害ですね、人格障害だというですね、まあ、事実を敵視していると、まあ、いうことで社会的評価は低下する。で、その損害が20万円だというわけですね。なんで、まあ、3% の賠償金の請求ができるということですね。なんで、まあ、20万円に弁護士費用の2万円を足した22万円と。で、その一部である20万円を請求するというわけですね。まあ、若干セコイなの、20万円超えると、印紙が3000円になるんだよね。だから、印紙を2000円で抑えたいんで、わざわざ2万円切って20万円だけ請求してるっていうことですよね。なんで、まあ、若干セコイかなと思います。まあ、というわけで、まあ、ハーチュー関連訴訟ですね。訴状は55ページにも及んでいて、118もの書き込みが、投稿がですね、引用されているんだけども、対象になっているのは1個だけですね。で、まあ、それが、自己愛性パーソナリティ障害という、まあ、本を紹介したものということになるわけですけれども、まあ、どうなんでしょうね。童貞可能性というところでちょっと厳しいのかなとは思います。で、前にその福永ってどうなん、弁護士としてどうなんですかっていうふうに思ういうことを聞かれたことあるんだけど、まあ、この訴訟なんか本当典型的に表れてると思うんですよね。つまり、
文章を書く能力としては、まあ、標準的なあの弁護士の能力はあると思います。で、文章を書くのは早いです。それは素晴らしいですよね。で、一方で、その訴訟の見立てがものすごい甘い。まあ、いうのが僕の福永先生 の, その弁護士の能力として対する評価なんだけど、まあ、この訴訟とか如実に現れていて、まあ、これまず勝てないですよ。なんで、まあ、訴えるという選択をしたこと自体ですね、ちょっとどうなのかなっていうのはあります。で、その一方で55ページもある訴状をこれだけね、短期間で書いちゃうっていうのは大したもんだし、からって内容的にも、まあ、よくこれだけ、まあ、こじつけたっていうと言い方悪いけど、まあ、よくその、なんていうか、まあ、ぶっちゃけさ、箸にも棒にもかかんないような訴状じゃないですか。それをさ、なんか、読んでると、あ、そうかもなって思えるようなことは書いてるよね。前後の投稿全部引用して、いや、確かにハーチのこといっぱい書いてると。だから、これもハーチのことなんだと。まあ、いうことで、まあ、それなりにその、あ、そうかなと思えるようなことも書いてるんで、まあ、それはやっぱり、あ、弁護士なんだなという気はしました。ただ、まあ、それ能力の無駄遣いなんじゃないのという気はちょっとしちゃいますけどね。はい、まあ、裁判官がそれを認めるかって言ったら多分認めないと思う。なんで、まあ、99.99% 金子先生勝つと思いますけど、まあ、よく、まあ、こじつけたっていうの。うん、童貞可能性のところよくうまく書いたなっていうところは感じましたね。弁護士だなというところです。で、質問コーナーですね。はい。サンソンさん、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。なぜこんなに早口言葉が投下されるんでしょうか、知らない。次も早口言葉なんでパスね。公害訴訟裁判の傍聴したことはありますか？ありません。で、次、早口言葉なんでパスします。警察官ではないのに犯罪者に警察だと言って事件の鎮静化や自然対応をすると問題ありますか？まあ、それは問題あるでしょうね、うん。サンソンさんのツイートを見て発信者情報開示請求という制度を知りました。本当に恥ずかしい話なのですが、今年の4月頃に絵柄が苦手だと思うあるイラストレーターさんの悪口、愚痴と称して鍵開かないでつぶやいてしまい、もしかしたら私の書き込みがどこからか漏れて本人に届いてしまい、改正請求されているんだと不安になっています。つぶやいたアカウントは10月頃削除しました。8ヶ月経った今でも一件紹介書が届いてないのですが、改正請求されていないと考えてよいのでしょうか。まあ、セーフの可能性高いですよね。そもそも鍵開かなので、その公然性の要件を変えているっていうこと。例えば私が、家庭でですよ。自分の家族に、いや、福永っていう、とんでもないやつでさっていうことを言ったとするじゃないですか。で、それ別に公然性の要件書いてるので、別に違法でも何でもないわけですよね。まあ、なので、鍵垢なので、そのフォロワーの数にもよるけれども、そこで公然性の要件書いていて、セーフという可能性もあるし、まあ、そもそも本人に気づかれてなければ大丈夫っていうところありますよね。で、ツイッターの場合ですと、最近2ヶ月のですね、ログインの記録を出してくる。まあ、いうことなので、まあ、2ヶ月ログインしてなければ、最近2ヶ月ログインしてなければ大丈夫というところはあるんですよね。10月頃削除だから、まあ、そろそろ大政府になるかなって気がしますね。なんで、まあ、可能性としては政府の可能性は極めて高いと思います。ただ、まあ、断言はできないですけどね。何ヶ月も前の投稿についてログイン情報の開示をしろっていう判決も出たことあるので、まあアウトの可能性はないわけじゃないけど、まあほぼ大丈夫ではないかと思われます。甘いものは好きですか？好きではないけど、まあ食べますね、うん、ということですね。大病したことありますか？尿路結石1回やったことがありますね。ただ、まあ、あの時も入院はしてないかな。なんか点滴打たれて、なんか痛みが引いたので返されて、で、石が出てくるまで待てみたいな感じで、しばらくして1、2週間で石がポロッと出てきたんでっていうところですね。ツイッターでお知らせがなかったんで、今日放送ないかと思ってました。してなかったっけ、昨日。まあいいや。サンソン先生のこと全力で押してもいいですか？プラットフォームで背中から押すのはやめてほしいんですけど、まあ、投げ銭をしていただくとかそういうのはですね、大歓迎でございます。はい。じゃあよかったらチャンネル登録と高評価、コメントと投げ銭の方をお願いします。どうもおやすみなさい。